おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。木金土はメタバースをテーマに、この国土と交通省さんが提供しているプラトっていうサイトで、勉強しています。はい。で、先週はゲームのプログラムを作って、テキストのトピックの、もう今日はゲームは動かしませんが、この爆走をするっていうトピック18でしたか。これ順番に並んでるんですが、2冊目になっちゃうのかな。2冊目っていうか2番、ここですね。これを読んできました。で、これがちょうど去年の10月11月とかいうのがあって、今は24とか24が最新の教材チュートリアルになっていて、で、昨日は動画撮り始めた時は22をやっていこうって言って、ここユニティっていうキーワードが入ってるんでこれやってたんですが、なんかその時に14のトピックに飛んで戻ってきたら、なんか23を見てたみたいで、昨日は23のテキストをじっくり見ました。で、これは本当にゲームを共有ゲームを作ろうっていうので、Google のストアとか Apple のストアにアップロードするところまで載ってました。すごい驚愕の教材で、それってどういうふうにするのかなと思ってる人には、実際にね、アプリ作って Google だとか Apple の提供サイトに載っけようっていう人なんかは、ちょっとしたテキスト、私そういうテキスト今まで見たことないんですけど、それっぽいことが書いてある。特に2の後半です。2の後半、この辺りです。アプリを配信するっていう、ここまで書いてあるので、なんかそういうのに関心ある人はぜひ見てみるといいんじゃないかなと思いました。はい。で、昨日本来見たかった22の1、2、これを今日は見ようと思います。で、結論としては来週以降からは14を読むことになるんじゃないかなと思ってます。22もちょっと敷居高いよねっていうので、23はちょっと読めなくてに諦めて、22、ここですよね。トピック14、 VR の活動の発展としてとあるので、やっぱりこう発展なので14をやってないとちょっとこの22は厳しいんじゃないかなと思ってます。で、スマートフォンの GPS、 これでプラトーと AR 開発を通して他の情報と合わせて使う方法を説明します。で、これが分かったらさらに23でゲームアプリまで作れますよっていう流れなので、昨日はなんか超予習をしてしまった感じですね。で、今日も予習だと思います。最終的には来週からトピック14を読んでいくのが自分のためにはいいかなって感じ始めています。で、このテキストは2部作になっていて、トピック22はこの都市モデルと位置情報をユニティで使うと。で、都市モデルとユニティを使うっていうのが先週やった18番で、まあそこそこやった感があるので、これにプラス位置情報が入ってくるので、まあいい自分にとってはいいところかなと思うんですけど、やっぱりこの14ですよね、発展としてってなってるので、明日この14をじっくり見ようと思いますが、14やってここへ戻ってこようかなっていうシナリオを今自分の頭の中でイメージしてます。で、座標系やデータ形式異なる位置情報をプラトーと重ねると AR アプリができるので、これについて説明しますというので、こんなトピックがあって、ここはだからゲーム作るときにこの辺をやったので、この辺は似てると思うんですよね。で、さまざまな位置情報を重ねて座標空間に計算してっていう、これの計算って結構大変なんじゃないかなと思います。土地データっていうか、地球丸いので、ただ我々普段すごく大きいところでそれが平面だと思ってるので、そういう座標平面ですよね、本当は球体の上に乗っかってるんだけど平面に座標変換しなきゃいけないと。で、それでずれていく位置をどう補正するかみたいな話があるので、いろんなところに原点があるっていうのも、まあ、このプラトーさんで勉強しててだんだん分かってきました。で、それにオープンデータだとか、GPS のデータ、スマホの GPS の取り方とか、このあたりは勉強になるのかなと思ってます。で、なんかこう棒が立ってますよね。都市モデルと地理情報、何かのグラフを重ねてるんだと思います。で、ユニティでやって、でプレハブを置いて、まあ、この辺りに概要が書いてあるのかな。とプレハブを置く、スマホの GPS と重ねる、使い方、オープンデータの扱
会など AR アプリを作りましょうと。都市モデルを読み込む、このあたりをやりました。ざーっとあって3D URP、 これで作っていくんですね。インポートしましょうと。東京都23区のあたりを使っていますと。これでも AR で本当に試すんだったら自分が試しやすいところのデータ読まなきゃいけないんですよね。それがちゃんとできるかっていうのもちょっと、まあこの手順はこの通り進めながらちょっと考えていこうと思います。うん、この辺ですよね。この3、トピック3とか読んだような気がするんですよね。この CTGML っていうのはある程度勉強した方がいいので、まだなんか本当にざっとリテラシーレベルしかやってないので、もしかするとある程度落ち着いたらこのトピック3ぐらいを復習した方がいいのかもしれません。でざっと見て、でデフォルトでは全てのを読むので1だけにしましょうと。1っていうのは一番軽いので、うん、いいかなと思います。テクスチャーは含めない、形だけ取るみたいですね。メッシュコライダー、ぶつかり判定もしないってことですね。モデルの結合は地域単位でさせてくださいというふうになってまして、座標系からのインポート、このあたりはSDK 動かすと出てくる画面ですよね。でインポートを押して完成させると、なんかこんなカラフルになるのかな、まあ、これ最後の方かな、まあ、これ、あ、これプロジェクトファイルか。ここですよね。これが出来上がって、まあ、地図みたいに真上から見てるんでしょうね。こんな風に見えますよと。インポートが。で、地形データを重ねましょうと。座標の計算ですよね。このあたりもやりながらじっくり読んだ方がいいのかもしれない。で測量サイト計算できます。ここでは緯度経度を使います。アルゴリズムでやるのかな。で換算式、うん、これ手でやるときはこんなサイトがあって換算できるみたいです。で実際に求めるとこんなややこしい式になるんですねこの計算、アルゴリズム、プログラム、あんまり組みたいと思わないですよね。すごいな、これ。うん、で、換算する C シャープ、Unity が C シャープで動いているので、うん、これを書いてくれてるのかな。すごいことになってますよね、やっぱりね。これ自分の手では打ちたくないけど、まあ、これ使うと合ってるんですかね。うん、これだけでもなかなか、この C シャープのコードだけでもありがたいかもしれないですね。変換アルゴリズムをここで取ってきて、計算ができると。で、変換メソッドは2つあって、このあたりも変換してるんですかね。このあたりも作ってくれる。うん、で、関数に入れれば、と、緯度、経度を入れれば計算してくれると。重ねて計算でここから重ねましょうみたいなシーンになってきますね。緯度経度高さ、うん、調べれますと。でプレハブを配置して、うん、ずっと結構これコードが結構張り付くんですよね。で、Unity の扱いもちょっと若干前回のゲームで慣れてきたし、わからないところは割とうまくチャット GPT に聞けば教えてくれるので、なんかこんな感じでやってみて、このなんかグラフが赤い棒状のオブジェクトが配置されますと、なんか出てますよね、確かにね。で、スマートフォンのオブジェクト、Unity でインプットロケーション、歴史的経緯のため、デフォルトは不動小数点で、これでは精度として足りません。うん、なんか、デフォルトじゃダメだとかいうので、いろいろやってますね。現在位置にプレハブを配置する。GPS の受信データを重ねる。 GPS ってこんな形してるんですよね、うん、
これを重ねる。パースして軌跡を描く。あ、なんか線を描いてますね。あ、そうか、自分が歩いた位置を都市モデルの中に描いてる感じなんですかね。オープンデータを重ねる。オープンデータ、実は学校っていうサイトでちょっと勉強したので、この辺のオープンデータ、ここじゃなかったと思うんですけど、オープンデータはいろいろ本当にあるんですよね。そういう意味では本当にやる気になると、日本はいろんなデータをちゃんとデジタル化に合わせて取ってるみたいです。国土交通省にか、私が学校で受けたのは総務省のサイトでしたけど、いろいろデータを残していってるみたいですね。これから取ったデータを、これなんで開いてるんだ？こんなとこでトピック、QGIS を使った、これもちょっと何なんだろう。こんなアプリ使うみたいですね。ベースマップを読み込んで、レイヤー開いて、バス停のデータ読み込んで、なんかこれはこれだけで面白い、なんか地図のアプリですか？なんかいろんなものを触らなきゃいけない感じがしてきましたね。Windows PC がいりそうな。で、このデータを Unity に読み込むと。なんか道のりは長そうですね。で、棒の上に何かテキストが並んで、っていうのができるようになるのか。やりたいことはやりたいんだけど、やっぱり結構いろいろ道は長そうですね。次は AR アプリにしましょうということで、2本目のテキスト。AR アプリ。なんか AR アプリ、簡単に作れる、ノーコードで作れるのはやったんですけど、これは多分本格的にコード書いてあるんでしょうね。アプリ完成。歩いた場所がこう出てんのか？で、なんかバーが立ってますよね。これスマートフォンの画面ですかね。あらかじめアプリに内蔵した位置情報を AR 表示する機能。新しい位置情報を端末 GPS が記録して AR 表示する機能。3D モデルを表示する機能という3つの機能を持った AR アプリを作ります。まあ、これはこれで勉強になりそうですね。半透明シェダーで書きましょう。これもだから長いコードが結構載ってるんですよね。で、深度を考慮した半透明シェダーがで、メッシュをまとめてとか、この辺り読んでますけど、私いまいち分かってません。メッシュコンバイナーをインストールして使います。これは無料なのかな。なんか、ではタッチして押すと、すべてのメッシュが一つにまとまりますと。ディセイブルにするか消すなどしておきますと。メッシュが塗装され、先ほどのマテリアル半透明だけれども、背後は描写されないという意図した見え方になりますと。背後が表示されなくなりましたと。やっぱここでトピック14出てきますね。やっぱりトピック14を先に読む方が勉強にはなりそうな気がしてきました。で、いろいろこの辺りで GPS を取り込む操作をして、Android の場合、Mac の場合もありますね。これ23でも同じような画面出てきたので、やっぱこれ、この辺りは使うんでしょうね。で、Android の場合、iOS の場合、これでやって、サンプルを改造。アプリが完成。実行すると、いくつかの 3D オブジェクトが現実のカメラ画像に重なって表示されます。赤色の円柱で差別される場所が、しばり用意した地点です。
サンプルとして4箇所のレストランの位置が表示されています。緑の所がオープンデータとして取り込んだ。赤色がレストラン、緑がバス停。バス停は名称が書かれてますと。プレイスボタンを押すと、端末の GPS で設計したその時点の位置を青い円柱で示します。さらに GPS 信号のデータから読み込んだ軌跡が表示されています。この辺のこれのことなんでしょうね。これが終わりか。ホロラボさん。これもやってみたいんですが、やっぱり結構、敷居が非常に高そうというか、ある程度勉強してからやった方が良さそうですね。はい。ということで、今日はちょっとちっちゃいですけど、このトピック22っていうのを見ました。で、結構いろんなことができそうで、AR アプリが作れるトピックになってるみたいですが、ちょっと、これにいきなり入るより、この中で2、3回出てきている AR アプリを作るっていうところを先にした方がいいのかなと思っているので、明日はトピック14を見て、今週の3回分、今日が真ん中なので、明日で終わりというふうにしたいと思います。はい。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、木金土はメタバースをテーマに、国土交通省さんのプラトというサイトで勉強しています。木金土は、言いましたね、メタバースがテーマです。月火水は、今はマイコンということで、アルディーノの上にティーチャブルマシンで作った機械学習モデルを動かして、アルディーノの上で判定できるような画像判定プログラムを動かそうとしています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。